相手が、追い込まれている状況の中で、激しく来るっていうのは分かっていた中で、しっかり最初から僕たちのバスケットが遂行できたと思いますし、流れが悪い時も我慢して、粘り強くやりましたし、3クオーター目も川崎が強い、3クオーター目強いというのを分かっていた中でしっかり3クオーターも勝ち取ることができたんで、本当にいい試合だったと思います。ブレックスに来てからやっぱりチームプレーっていうところを重視してこうやられてこられた部分っていうのは、ディフェンスを中心に多かったと思うんですが、ブレックスでチームプレーに徹して得たものっていうのは自分の中でどういうふうに思ってらっしゃいますか？やっぱこういったチャンピオンシップという重要な試合ではやっぱり全員で戦うところっていう部分ではやっぱり本当に大事になってくるっていうのは本当に改めて感じましたし、やっぱり川崎がもうタイムシェアとかしてるとは思うんですけど、本当にちょっと動きが鈍っていた中で僕らはまだまだ走れましたし、余力も残ってましたし、そういったところに全員でボールでシェアして全員で守って全員でやるっていうところで、勝敗を見出せたんじゃないかなと思うので、そこは本当に 得られたものじゃないかなと思います。比江島選手にとっては初めてのファイナルになりますけれども、比江島選手にとってファイナルっていうのはどんな思いのある場所で、どんな活躍をしたいかっていうのを最後教えてください。ファイナルの舞台は、解説とかで会場に行ったことがあるんですが、やっぱり独特の雰囲気というか、本当見ていてすごく羨ましい光景ではあったので、何としても出たいという思いがありましたし、そこで活躍するイメージをずっと持って練習をしてきたので、あとはそのイメージ通りやるだけだと思ってます。はい、先ほど安西ヘッドコーチが比江島選手についてうちに来て結構苦労してるし、アメリカであったりオーストラリアでの経験なんかも踏まえて、それもファイナルで勝てば報われると思うというようなことをおっしゃってました。それも踏まえて比江島選手改めてファイナルで優勝するっていうことへの思いお聞かせいただけますか？自分もそのブレックスに優勝するために移籍してきたっていうのもありますし、ブレックス自体も優勝するために僕を必要としてくれたっていうのがあると思うんで、そこの期待に絶対応えたいですし、優勝をすれば、今までやってきたことが間違ってなかったっていうことの証明にもなると思いますし、そこで勝って次の日本代表につなげられればいいと思うので、最高の形で優勝したいなと思ってます。昨日もそうだったんですけど、今日もやっぱりこうゲームを、ボールハンドルして持ってゲームは作ったり、自分取りに行ったりっていう役割、レギュラーシーズンでもあったと思うんです。結構長くこの2日間あったなって感じてるんですけど、そこの役割に関してはこうどのように感じてますか？その自分の良さはやっぱりボールを持ってこそ発揮されるとは思うんで、それやっぱそういったチャンピオンシップに向けてというか、やっぱり自分でその役割はもっと増えてくるなっていうのも思いましたし、やっぱこういった相手のターンオーバーをしないことが大事になってくるんで、自分がしっかりボールを要求して、アタックすることだけを考えてました。レギュラーシーズンで分が悪かった川崎相手に今回、かなり手応えある勝ち方されましたし、
あとさっき安西ヘッドコーチも今のブレックス、まあ、めちゃくちゃ強いというふうにおっしゃってたんですが、あの比江島選手が目から今のブレックスっていうのはこうどういうふうにこう積み上げてきたものが出せてる、どういうふうに映ってますかね。まあ、去年からそんなメンバーは変わらず、コアなメンバーは変わらずというところで、まあ、そこにその LJ だったり女子が入ってくれて、僕らのその弱点というのも埋めてくれたと思いますし、まあ、こんだけメンバーが揃っている中で泥臭いプレーだったりディフェンスだったりもう徹底すれば、まあ、それは強いチームになるっていうのは僕ら自身も分かっていたところなので、まあ、今はもう本当にどこが相手だろうが勝てるイメージが持ててるんで、そこは本当に自信持っていいところじゃないかなと思います。東山選手はもともと個の力が高い選手、あの、まあ、選手ですけど、この中こう全チーム全体が犠牲心を持って戦うっていうチームにアジャストすることっていうのは、そう、このどれぐらい苦労したっていうのも変な話ですけど、振り返るとまだ終わってないですけど結構苦労してきた感じですか。まあ最初はそうですね、まあ、犠牲心というか、まあ、そうディフェンスだったり、まあ、リバウンド全員で戦うところっていうところは、まあ、少し時間を要してしまったんですけど、まあ、その中でもまあその自分の持ち味を出すところっていうのは、まあ、今はできてるとは思うんで、まあ、苦労しましたけど、はい、今は完全にヒットできていると思ってます。あのこの2試合は特にそうなんですけど、あの気持ちをすごく入ってるプレーをして、気持ちがこもってるようなプレーをして、それでなおかつ結構しっかり結果を出してるような感じがするんですけど、それってなんか比江島選手のなんかバスケットのやり方がすごくこうブレックスに来て変化したっていう感じなのか、それともなんか自分の中ですごく成長して、そういうところすごく今までもうちょっと淡々としてすごい活躍するような感じがあったと思うんですけど、気持ちを出してなおかつこういい活躍をしてるっていうところがなんか凄みになってる感じがしたんですけど、それってどうですか自分の中。まあ、このチームブレックスに来て、あのコートの中にいるときはもう本当に 120% のエネルギーを出してるというか、まあ、控えの選手もいるし、まあ、僕も控えですけど、まあ、そういったところを仲間を信じてというか、そういったところをやれている、まあ、疲れたら変わればいいっていう、まあ、単純なその考えの中でやれているので、うん、まあ、まずディフェンスからっていうところとっていうのをまあ意識してやってるんで、まあ、そこがあのいいプレーにつながってるんじゃないかなと思います。はい、では比江島選手は以上とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございます。